それでは土俵台の文献を丸山が紹介します。で、最初に概要なんですけど、ここではエクストリームサマライゼーションっていう、まあ、タスクを定義しています。基本的に一つの、まあ、ドキュメントを要約するっていうようなタスクですね。で、まあ、このタスクのためにデータセットを作って実験をしましたっていう内容です。で、その結果、まあ、エクストラクティブ、まあ、抽象抽出型要約の、まあ、システムとか、まあ、生成型ですかね、アブストラクティブアプローチ、ステートオブジェアートのアブストラクティブアプローチよりも優れた、結果が出ましたというような内容です。で、なんか最近使われて、まあ、今まで使われてきている、まあ、要約のデータセットっていうのは、まあ、結構この抽出型のアプローチに、まあ、結構こう肩入れしているっていう傾向があります。まあ、後でちょっとデータの比較を出すんですけど、まあ、そういう傾向があるので、まあ、アブストラクティブアプローチの方が、まあ、実際の、要約としては結構実際の問題と近いんですけど、それでもなんか、まあ、そういうデータを使っているからあんまりこううまくアブストラクションされていないっていうのような結果が出ています。なんでここでは、まあ、よりこう要約、抽象化された要約文というのを含むデータを使って要約をしましょうということで、まあ、その要約をここではエクストリームサマライゼーションと呼んでいるというような形になります。で、まあ、実際ここで使っているデータは、まあ、こういう感じになってて、上がサマリーで、下がドキュメントになってて、まあ、色がついている部分がなんかその情報、同じような情報という意味なんですけど、結構こう、まあ、ドキュメントから勝手にこう選んでくるだけじゃなくて、こういい感じにこうギュッと要約されているっていうのが分かると思います。で、こういうタスクに取り組みます。で、使っている、まあ、ここで使う、まあ、構築したデータセットは XSUM データセットというものなんですけど、この BBC の、まあ、ニュースの記事と、それに対応する、まあ、1行だけの要約のデータセットになってまして、まあ、いろんな分野の記事が入ってて、まあ、ニュース、あとはまあいろいろこう、まあ、スポーツとかさまざま入っているようなデータセットです。で、まあ、そのそれぞれのなんか統計みたいなのが下の表になってて、上の3つがこう結構要約で使われているデータセットで、一番下がここで XSUM なんですけど、まあ、ドキュメントの長さとか要約の長さっていうのは他のものに比べるとちょっと短いです。ただ、まあ、バラエティに結構飛んでいるので、割とボキャブラリーの方は、まあ、この CNN とかと割と近いような感じになっています。はい。で、さっきも述べたこのなんか抽象型要約の、まあ、傾向にあるっていうのを、まあ、示すための表がこっちになってて、で、さっきと同じようにこの4つのデータセットを比較しています。で、左からまあ新しくこう、まあ、サマリーの方で新しく出てきた N グラムの パーセンテージと、あとはこれはリード文 とその正解のゴールデンサマリーの、まあ、ルージュの比較と、あとはオラクル文の、ゴールデンサマリーのルージュのスコアを出してて、まあ、リードが、まあ、下限ですね、そのエクストラクティブアプローチで出せる、まあ、一番下の、まあ、スコアというようなと、まあ、見なすことができて、オラクラはまあ一番上限ですねのスコアでなっていて、で、結構、まあ、XSUM というのが他と比べて、まあ、値が低くなってて、割とこうエクストラクティブなアプローチでは解けないような問題になっているんじゃないかなっていうのが、まあ、この表から分かります。で、ここで、まあ、そのデータセットを使って実際にこう要約するわけなんですけど、まあ、ここで提案しているモデルがこんな感じになってて、で、まあ、いろいろこう書いてはあるんですけど、基本的には、コンボリューションの、セクトゥセックのモデルです。で、エンコー、まあ、その入力する時の組成にまあちょっといろいろ足しているというような形になってて、でエンコードする時には、基本的にその入力する単語のベクトルと、あとはその単語がまあ何番目に来るかっていうその1の情報と、あとはそのここで新しく導入しているトピックの情報ですね、単語 と文章の情報 LDA から得られた情報を使って、まあ、それを一緒に、まあ、入力してあげて、まあ、上がエンコードで、まあ、入力してあげて、でアテンションがついてて、
で、まあ、下側がデコードで、まあ、一緒にこう出してあげるっていうような感じです。でデコードするときは、その過去の一つ前の、その単語のベクトルと位置のベクトル、あとはそのドキュメントの、まあ、トピックの情報っていうのを使ってデコードするっていうような形になっています。はい。で、まあ、実験で比較するシステムが こんな感じになってて、上からまあランダムで選んでくるやつと、あとはリード文とオラクル文、あとはまあ RNN のまあ基本的な、まあ、ベーシックなアテンションベースのやつと、あとはポインタージェネレーターのモデルですね。で、まあ、カバレッジメカニズムがついてるかついてないかの2種類と、あとはまあ、ここではさっきはトピックの情報ついてたんですけど、まあ、そういうの何にも使わないコンボリューションのセックトゥセックですねと、さっき提案しているモデルの比較を行います。で、実験結果が、こちらです。まあ、ルージュスコアで、自動評価なんでルージュスコアで見て、上の3つが、まあ、エクストラクティなアプローチで、あとこっちが RNN ベースで、下がまあコンボリューションベースの結果になっています。で、最初にこのエクストラクティブなアプローチとこの RNN ベースの部分をまあ注目してもらうと、なんか今までのこう要約では、まあ、いろんなデータセットではこうリードっていうのがまあ結構高くて、まあ、この辺のモデルではこう上回ることはできなかったんですけど、今回こうアブストラクティブな、情報データっていうこともあって、まあ、こっちの方がより高いスコアが出ているっていうのが分かります。でまたこう RNN ベースと、まあ、CNN ベースのモデルをまあ比較すると、まあ、その CNN ベースの方が結構高い値になっていて、で、その CNN によって、まあ、なんか長距離の長いこう依存関係をうまく捉えることができているので、まあ、そういうところがこう優位に働いているんじゃないかなというように述べられています。であとはこうトピックの情報をまあどう足すかっていうのがまあ下に続いてて、まあ、全部足すとこう一番高いっていうような結果になってます。ただまあやっぱり一番大きな貢献としてはコンボリューションの部分かなっていうのは、まあルージュスコアからはそういうふうに見て取れます。で、まあ自動評価以外にも人手で評価していて、でまあ、5つのシステム、あとで出てくる5つのシステムを比較します。で、まあ、その評価の方法2つあって、1つはその5つの、まあ、要約文から、こう2つだけ選んで、まあ、どっちがいいですかっていうのを見て、こう人手でこういいか悪いかをつけてもらう。で、まあ、この要約が一番ベストですと言われた、まあ、数をカウントして、まあ、その割合を出してあげます。で、まあ、評価するときにはこうちゃんとうまく情報が記事の情報が取れてますかっていうのだったり、まあ、流暢な文ですかっていうのをの観点でこう選んでもらってます。でもう一つはこう一つの記事に対して、まあ、その記事のまあメインの内容を問うような問題っていうのを2つ用意してあげて、でその出力された要約文だけを読んでちゃんと回答できるかどうかっていうので、まあ、正しいか、まあ、部分的にこう合ってるかみたいな感じでスコアをつけてあげるっていうような結果に、あ、っていうようなまあ評価をしています。で結果がこちらになってて、まあ、スコアっていうのがあのどっちがいいか悪いかみたいなのをつけてもらったやつで、マイナスがついてるっていうのは、まあ、そのワーストで選ばれ一番悪いとこう思われた時にはこうマイナスの評価になっているので、まあ、そういう形になってます。あとはまあ QA っていうのがその問題のまあ正解率を表してて、まあ、これを見る と、トピックの情報っていうのが結構うまく働いているなっていうことが分かります。はい、まとめです、ここではエクストリームサマライゼーションというタスクを定義していて、でそのためにこう大規模なデータセットを作りました。で実験をして、でそのエクストラクティブなアプローチとかアブストラクティブなステートオブジェアートなアブストラクティブなアプローチよりも優れた、モデルをまあ提案しました。以上です。